サンボマスターロード2横浜 1.9 今日ロケハン編ですね、はい、今日僕たちは横浜アリーナ来てます。すごいね。来たことありますか？俺ブランキーの解散ライブ来たよ。伝説だよね。20年前ぐらい、もっと前か。本当にやるのかね、横浜アリーナで。まだ分かんないです。まだ分かんないです。いやいや分かるだろう。まだあの中の人に GO もらってるかどうか今から確認しなきゃいけない。それごめん言っちゃったんですけど大丈夫ですか？昔のライブハウス の, あの企画ものじゃないんだからさ、紹介文書いたらさ、あの最後の結びの分あの勝手に編集されて消されちゃったりしたの。あでわざわざ書いたの。わざわざ書いたの。横割りの話をしろよ。横割りですね。はい、というわけで中に、いや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 、すごいですね。やっぱり横浜アリーナ中です。なんかこうやってさ、何にもない横割りっていうのは見たことない、初めて見た。いやいや、でもこれ問題はこれ どっちで僕らライブやるのか僕全然まだ分かってないですよ。ああ、そう。そこはもうあの専門家呼んでます。呼んでます。はい。で今回のライブ制作をやっていただいているヴィンテージロックの迫田さんです、はい、どうもこんにちは。もうだって何年付き合ってんの迫ちゃんは。だって俺らもう20年はもうつっているじゃん。もう20年本当に。カラーコーンが置いてあるところが、はい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 、仮の立ち位置です。ああ、そうなんですか。行ってもいいですか。じゃあ行っても大丈夫です。これいつもの立ち位置だ。これいつもの練習の時と、あでもちょっとそうだね。これいつもの立ち位置だ。いつもの立ち位置。いつものだ。こっから向こう側の床が 1.8 メートル下がります。え、ここの床が 1.8 メートル下に下がるんです。あ、そうなんだ、そうなんです。こっから向こう側が、下がることによってそう高く見えてる。 1.8 メートルのステージが出来上がる。そうですそうですそうです。はぁ、第1項のステージプランとしては、俺ここにハイビスカスつけたいんですけどダメですか。ハイビスカスだからやってる姿が ここにビジョンで映されるわけですか。そうですね。え、アリーナってそういうことなの。ステージは分かりました。はい、はい、やっぱお客さんがどんな感じで見れるの、座って見れるのか。あ、大切だ。それが大切だ。一席空けの格子型で座っていただくって感じなので、格子型ってこうだね。座ってもらって、ここに、ここだ。で、俺がここで。こうだ。佐賀さん、ここでしょ。そうですね。これ椅子はこうやって間に置くんですか。椅子は置きます。で、間に置いて、アリーナの、あの、ペケっていうか、座れませんよっていう。使用禁止。なるほど。さあ、2階席。これ2階席ですか。はい、2階、スタンド席です。スタンド席。その前に。新しい方お二人参加していただいてるんですけど、エキストラが、エキストラの方に参加していただいて、まあ、より分かりやすい、すいません参加していただいて、まあこういう感じになりますよっていう、一席空けで、はい、人の体の芯と芯の間が真ん中から真ん中、はい、ちょうど1メートルという感じでガイドラインの距離が取れてます。なるほど。これはガイドライン通りということですね。はい、声出し、マスクはしていただく、マスクはしていただいて、はい、大声出すのは、うん、禁止させていただきますけども、立つのは大丈夫です。スタンディング、スタンディングは大丈夫です。で、こんな、これはいいですか。はい、体を動かして多少の前後のダンスはぜひお願いしたいと思います。俺と球場1メートル空いてるよ。本当だ。じゃあここでですね、はいはい、はい、関係者の方にまたお話をお伺いしたいということで、はいはいはい、横浜アリーナから田中さんと小田井さんによろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれでももう一人いますよ。あの弊社のキャラクターで横アリくんと。お、横アリくん、そういうことかな。俺なんかこの触覚ついてんなと思ってる。アリですね。アリですね。この何かがファンのような男、これ横アリくんの音じゃないですか。違います。横アリくんは横アリくんです。え、違います。換気機能を向上させてます、ね、横アリくんは換気性能がバッチリです。それが売りですから。そういうことなのね。建物の化身なわけじゃないですか。そうです、はい、あ、なるほど。ってことはこの建物の換気もすごいって聞いたんですけど。あ、そうなんです。この建物は屋上から新鮮な空気を取り入れておりまして、アリーナ席はここの後ろのこの丸から吹き出しております。めちゃくちゃ数がありますね。いっぱいありますね。センター席はちょっと見づらいんですけれど、あの屋根の上から吹き出しています。あ、これはじゃあもう常に換気をしているってこと。そうですね。って言ってもこれだけ大きい会場ですから 100% 入れ替わるっていうことってあるんですか。1時間にあの2回分ぐらいは新鮮な空気をこの大きな空間2個分ぐらいは送り込んでますので、1時間で2回分もう完全に綺麗な空気になる。そうです。この全体分の大きさの空気を2回送り込んでます。2回、2回送り込んでます。はあ、さあ、はい、これね、当日の衛生管理、なんと今回ダスキンさんとですね、出た、
あのダスキン、あのダスキンさんと提携が叶いましてですね。あのダスキンで間違いないですか。もう今回もダスキンさんから、はい、もう特に優秀なお将来の幹部候補武田さんと古川さんと長崎さんでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。すいません、今回本当にご協力いただけるということでありがとうございます。こちらもありがとうございます。手出すとシュッと泡が出てくる。はいはい。あのダスキンさん。あ、はい、あの非接触タイプの消毒剤です、ね。はいはい。あれ嬉しくてお父さんモップとかマットとかのレンタルを行ってるのがメインで、はい、はい、ありがとうございます。今回その音楽イベントの衛生の面がすごい注目されているということで、はい、あの衛生管理ご協力させていただきます。ありがとうございます。4つの項目、こちらの観点から衛生対策をさせていただいております。はい、4つ、まず、1つ目ですねは、会場外部外からの、感染対策です。まあ、例えばそのソーシャルディスタンスを守りましょうっていうパネルだとか、はい、あとは、出入り口のところにある、はい、あの足拭きマットですとか、なるほど、っていうようなものですね。外部からのウイルスを持ち込まない、はい、だから、はい、もう本当に処方の処方からやっていただけるわけですね。はい、足拭きマット重要よ結構。ありがとうございます。2つ目がですね、会場内部の感染対策、中に入ってからですね。はい、先ほどお話しいただいたような非接触型のこの手指書とかアルコール消毒剤ですね、ですとか、まあ、あとはまあこちらも同じようになるんですが、内部にもマットを設置させていただいたりですとかっていうようなことですね。度重なる、はい、で3つ目の観点といたしましては、はい、来場者の方々ですね、はい、に対しての、感染対策です。でこれはもう繰り返しになるんですけれど、あの手指消毒剤ももちろんそうです、はい、ですとか、まあ、トイレに設置されている同じような、ハンドソープですとかっていうようなところで、はい、来られた方々がの感染対策っていうところにも力を入れて取り組んでいきます。と4つ目がですね、イベント開催中の感染対策、はいはい、開催中の、はい、具体的に申し上げるとですね、よく人がこう触る手すりだとか、はい、ドアノブ、はい、人がよく触るようなところの、こう除菌の吹き上げ清掃っていうところを、はい、定期的に巡回で回る、ライブ中もリアルタイムでさせていただいております。確かに、こういうところも意識しないで触ったりしますもんね。あ、そうですね、そうですね、はい、あとドアのところとか、うん、あと会場の中の手すりだったりとか、はいはいはい、衛生の面もあるので、もう使い捨てのペーパーにしてまして、はいはいはい、で、ゴミもうちのちゃんとバケツに回収して処理します。いや本当にこう吹き上げをしていくイメージですね。おお、しっかり吹きですね、はい、しっかりいきますね、はい、さあ見てきました。見てきましたね、横浜アリーナ。いやだから横浜アリーナってこういう広さだっていうことも知れましたし、うん、換気をね1時間に2回あのもう全体の空気があのでかさで1時間に2回入れ替わるとか、すごい。それダスキンさんの、はい、あれだけ4段階に分けて、会場の外、中、うん、ね、それと公演中の手すりとかのとでもそういう気になるところをなんか僕らでこう対策してやって、そのお客さんのその負担を減らしたいなと、うん、減らせればいいなと。サーモグラフィーも入れるって言ってた。少しでもライブを楽しめるように、はい、うん、これ見ていただいて皆さんもぜひ参加したいなと思ったらね、そうですね、来てほしいですよね。ぜひぜひご判断いただいて、うんうん、これ見てどうですか近藤さん、曲順思い浮かびました。もう今7曲目まで思いつきました。よかったな。もういいライブをするためにそっちの準備も頑張りましょう。はい、皆さん、はい、天気よろしくお願いいたします。